ですよ。結局ボールが薄かたりすぎたんで、ちょっとこっち側に出すようにしたら、そしてくれ結構打点も前になって、面も開きやすくなる。だ結構この横に振るのってどっちかというと、完全に完璧になるんで、これの中間に振る、これがちょっと前と真横の中間、あ、ちょうどこのぐらい。何考えながらやったらどうかな。でも、やっぱり、ね、基本的に動作の動きっていうか、やっぱこの極端の真横の中の中間っていうのは意識してる。ただ閉じすぎると、まあ、逆に言えばメリットはすごい回転はかかる。予習してきたんだよちょっと聞いてほしいんだけど、すっごい真面目に見てきたから